皆さん、こんにちは。エクサイノベーションスタジオ、略してアイズです。アイズでは、パリ、ロサンゼルス、東京を拠点として、世界最新のイノベーションの調査分析と事業化を進めております。アイズネットワークでは、グローバルに活躍するビジネスパーソンや、これからグローバルに挑戦したい皆さんに、ビジネス、テクノロジー、消費者トレンド等の最新ニュースと、そこから得られるインサイトを紹介しております。今日もロサンゼルスの延原武史と宇都龍馬、私、東京の磯部理沙の3人でお送りします。延さん、龍馬さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは本日取り上げるテーマに参ります。コロナワクチンにより医療関連データ事業参入の千載一遇の機会到来というトピックですが、各国で新型コロナウイルスのワクチンが承認される中、ワクチンの製造、流通、投与を追跡するシステムにテック企業が続々と参入しているというところに本日は着目していきたいと思います。ここに例を挙げさせていただいている通り、パランティアは病院の COVID-19 データを追跡する HHS プロテクトの提供や、ワクチンの投与優先順位決定や結果管理を行うシステム、ティベリアスを開発しています。他にも Salesforce.com と Microsoft がそれぞれ、医療関連データ事業に、参入しているという様子が伺えるんですけれども、まず、ノブさん、これまでは、テック企業が医療分野、この医療データ事業に参入するというところはなかなか難しいことだったのでしょうか？そうですね。よくこういう、医療、ヘルスケアの領域っていうのは、予防、検診、診断、治療、こういう4つの、セグメントに分かれるんですけど、ここで、10年ほど前から積極的にここの参入してるのは、Google。そこはすごく、Google は特に医療のデータ、医療の領域について、これは龍馬さんもよく、ご存知ですけど、セルゲイ・ブリンが、非常にその医療のところを関心を持って参入してきたので、彼は積極的に入って、で、アマゾンはここ、2、3年、2017年頃から、アマゾンヘルスケ、あのファーマシー、アマゾンヘルスケア、また最近ですと、ヘイローというウェアラブルを発表して、アレクサと組んでいろいろしてますけど、今まではずっと、やっぱり、データっていうのは、誰に、属するものなのか。特に医療に行きますと、EMR、EHR、Electric Medical Record、Electric Health Record。ここの、そのデータのその所有における問題がずっと議論されてきたので、そういったようなところが一つの、課題でもあったんですね。ありがとうございます。そういったデータ所有の問題があったということで、テック企業の医療関連データ参入は容易ではなかったと思うんですけれども、今回、さまざまな企業が参入に成功している背景としては、やはり COVID-19 が大きな後押しとなったのでしょうか。龍馬さん、教えていただけますか。我々は、特にこのパランティア、セールスフォースとか、マイクロソフトといった3社は、今回のこのコロナウイルスと呼ばれるコロナワクチンのイベントが、彼らをこの医療データの世界に、入るきっかけを作った非常に大きなポイントだったと思っています。というのは、先ほど、信原も申し上げたように、今までこの領域で先行していたのは、Google、Amazon、あとApple といった、いわゆるコンシューマーとの接点が非常に強い企業が先行してました。逆に言うと、パランティアとか、セールスフォース .com、マイクロソフトのような、どちらかというと、その裏側にいるような企業というのは、顧客というか患者のデータをどうやって取るかというところにおいては、ちょっと厳しい状況だったと思います。ただ今回は、いかに、正確に、迅速にデータを取り、で、それらを、分析、解析をして、次のアクションにつなげるかという、いわゆるデータプラットフォーマーの会社が非常に有利な部分というのが多くて、特にパランティアというのはそこに非常に強い会社だったので、まさに彼らがこの各地方の政府に対して納入している、投与の優先順位を決定したりですとか、結果の管理を使うシステムというのは、パランティアだからこそできたなんじゃないかなと思いますし、Salesforce.com が取り組んでいるその在庫管理、予約管理、臨床管理、いわゆるこういう管理系のものというのは、Salesforce.com はもともとご存知の通り、
カスタマーリレーションマネジメントシステムという、まあ、顧客の行動および顧客への営業行為の管理をする管理ツールを非常に得意としている会社なので、そういったその彼らの強みというのが今回このコロナのワクチンではすごく生きたんだな。でそこにちゃんと飛び乗れたというのが彼らの素晴らしいところだったと思います。ありがとうございます。今回挙げてくださった事例を見ていますと、グローバルでやはりアメリカ企業が強いように感じるんですけれども、日本企業にはどういったチャンスがあるとお考えでしょうか？まあ、こういうプランティアとかセールスフォース、マイクロソフト、グーグル、アマゾン、まあ、そういったようなあの規模、体力がある会社っていうのが日本にあるかと言いますと、なかなか厳しいと思うんですね。ただ、この、領域は、まあ、予約管理から在庫管理から非常に幅広いですと。特に在庫管理も、今回ファイザーが開発したワクチンは、摂氏マイナス70度での管理を要するようなものなので、従いまして、例えばその予約管理を、LINE とかですね、まあ、日本で幅広く広まっている、その、アプリと、で、また、その、今度、その在庫管理、予約管理におきましては、サプライチェーンとか、そういったところに非常に、良い機能を、持っている、その日本の、ソフトウェア、さらに、例えば、セコムの、その、老人ホームの、その、データ。まあ、こういうふうに、まあ、何らかしらですね、得意分野をいくつかに、その分けて、そこの連合体で、予約管理から、また、情報管理、在庫管理、で、また、実際のその、ワクチンのその投与のオペレーションまで、一つ一つをできるような、その仕組みをどういうふうに作れるかというのがポイントになってくると思います。まあ、海外で、アメリカでどこかがそこのデータベースを管理するのに、政府から受注してそこを始めたからといって、決してそれが、日本の事情に合っているとは思わないので、日本は日本なりのそういう連合体で、ここら辺をしっかりサポートしてデータ管理できるような仕組みを開発していくことが非常に重要になってくると思います。ありがとうございました。では最後に簡単に示唆仮説をまとめていただきます。医療関連データ事業はデータ所有の問題がこれまで議論されてきたように参入障壁が高かった中で、コロナワクチンをめぐって予約管理からワクチン投与までのしっかりしたデータ管理が重要となった状況において、それぞれの強みを生かしてテック企業が続々と参入してきているという点に今回注目しています。日本企業もこのような業界構造を根底から変革する機会であるパラダイムシフトを千載一遇の機会と捉え、新規参入の取り組みを加速させるべきではないか、その際にそれぞれの得意分野を生かすべく連合体として取り組んで日本の事情に合わせた仕組みを構築していくという点がキーとなるのではないかと、考えております。はい、以上になります。アイズネットワークではこのような世界の最新ニュースの考察だけでなく、アイズメンバーや欧米のエキスパートとつながることのできるメンバー限定コミュニティの運営を行っています。詳細は、このビデオの概要欄をご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。